ブラックフライヤーズ駅、ロンドンブラックフライヤーズ駅、ロンドンブラックフライヤーズステーションは、ロンドン都心部のシティオブロンドンのブラックフライヤーズに、ある、ロンドン地下鉄及び、ナショナルレールの列車発着する、鉄道駅である。駅は、ニューブリッジストリートとクイーンビクトリアストリートの合流点にあるに隣接する、にある。三線の東端式ホーム。 行き止まり型のホームと2線の通過式ホーム、行き止まりではない一般的なホーム、ザスループラットフォームズの組み合わせからなる。通過式ホームには、ファーストキャピタルコネクトが運行する、テムズリンク系統の列車、ロンドンの北の及びから、ロンドンブリッジ駅を経由しロンドンの南のブライトン方面へ向かう列及び、エレファントキャッスル駅を経由して、 ロンドン南西部近郊の周辺へ向かう列車が発着する。東端式ホームには、サウスイースタンにより運行される、及びを経由指定の列車、またラッシュジのみを経由しへの列車、そして、メイドストーンイースト駅、アシフォード国際駅を経由す、本線の列車が発着する。サウスイースタンの列車はまたラッシュジのみ、シティテムズリンク駅から、 ブラックフライヤーズ駅を経由して運行される。ナショナルレールの駅は1886年5月10日に、セントポールズ、ショートトンポール S 駅として、テムズ川を渡るが完成した際に LC、LC&DR により開業した。セントポールズ橋は1864年に完成した LC、LC&DR の既存のブラックフライヤーズ、鉄道橋を補うために建設された。これは、 南ロンドンからの LC&DR の駅及びを経由し、ファリンドン駅付近のメトロポリタン鉄道に接続して、キングスクロス駅及びセントパンクラス駅へと LC&DR の頻繁に運行されるシティライン、スノー、ヒルトンネルから、北は現在のテムズンク系統のルートを走る列車を運んだ。セントポールズ駅の開業に先立ち、 テムズ川の南側にあった LC&DR のブラックフライヤーズブリッジ、ブラックフライヤーズブリッジ駅は1885年10月1日に旅客営業を廃止し、以後は貨物専用駅となった。1937年2月1日、セントポールズ駅はブラックフライヤーズ駅へ改称した。徐々に初代のブラックフライヤーズ鉄道橋の構造は、 それが不健全となるまで悪化していった。橋のデッキは1985年に撤去され、川の中の橋脚とオレンジの橋台が残っているのみである。1970年代に駅は地下鉄の駅と共に建て替えられ、1977年11月30日に公式に再開業した。1886年の LC&DR の 駅からある石造りのエレベーションは、本線の駅のホーム階に残され、イングランド南東部や大陸にある多くの行き先を表示している。セントポールズ橋は現在はという名称になっている。ブラックフライヤーズ駅は現在4番線まである。そのうち2本は、東端式のホームであり、他の2本は普通のホームである。本線は12両編成まで対応している。 東端式ホームは8両編成まで対応している。主にサウスイースタンの折り返し、または遅延時の折り返し用に使用されている。改札はホームに沿ってあり、階段を上がらないと改札は見えない。駅にトイレがついていて無料で使用できる。駅員は常時いるが夜になると切符の購入はできなくなってしまう。当駅はテムズ川の南サウスバンクと北側の ノースバンク両方から利用できる。この工事により、現在の鉄道橋の西にある使用されていない、橋脚を使用するようになった。また、東端式ホームのホーム数はこの過程で3本から2本に削減されたが、いくらかの終着列車が、テムズリンク方面にへ、継続運行列車となり、またより長編成の列車が、ブラックフライヤーズ駅を終点とできるようになる。 ロンドン地下鉄の駅は、サークル線、ディストリクト線の列車が発着する駅である。両線は、線路、ホームを共有する。この駅は、ナショナルレールの駅より16年前の1870年5月30日、メトロポリタンディストリクト鉄道、MDR、現在のディストリクト線によって、同鉄道のウェストミンスター駅から東への、 延伸区間の新しい東側の終点として開業した。MDR の新区間の建設は、ビクトリアエンバンクメントの建築物と一体的に建設することが計画され、また浅い掘割に蓋をかぶせる方式で計画された。1871年7月3日、MDR は東に延伸し、マンションハウス駅を新たな終点とした。MDR は、 ブラックフライヤーズ駅まで延伸する以前の初期、開業時に、サウスケンジントン駅で、メトロポリタン鉄道、MR、現在のメトロポリタン線と接続しており、両鉄道はライバルだったが、それぞれの会社の運行する列車が、相手会社の線路を、相互直通運転する、インナーサークル、インナーサークル系統の運行を行っていた。加えて、同様に、 MDR と他社の総合直通運転を行う、アウターサークルが1872年2月1日より、ミドルサークル1872年8月1日より、運行され、いずれもブラックフライヤーズ駅を経由している。しかし、ミドルサークルは1900年に、アウターサークルは1908年12月31日に、その運行区間を短縮され、ブラックフライヤーズ駅まで走らなくなっている。 1949年、それまでメトロポリタン線の系統の一つの扱いであったインナーサークル系統がサークル線として地下鉄路線図上で独立した。はここからスタートした。ウォータールーシティ線はブラックフライヤーズ駅のほぼ直下を走っており、ブラックフライヤーズ駅の路線との乗り換え駅を建設する計画が立てられたことがある。はこれについては、 ノーシグニフィカントトランスポートベネフィット、重要な輸送上の利益はないと考えている。この駅は、テムズ川の北岸にあり、に近くのブラックフライヤーズ桟橋、ブラックフライヤーズピアに隣接する。テムズリンク路線系統のホームはの上にまで伸びている。ナショナルレールが鉄道橋を渡った川の対岸には、かつて、ブラックフライヤーズブリッジ駅があった。 旅客営業は1864年から1885年まで、貨物専用駅となってからは1964年まで営業。さらに奥下った場所には、1864年から1868年までの一部として営業があった。2011年まで地下鉄駅は閉鎖されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。